ていうとクレベルっていうのがいたわけじゃないですか、はい、まあ、この前は 400g オーバーした、うん、してしまったことから転落の人生が始まっちゃったんだけど、はい、まあそこまでだって負けちゃいないのも、ね、そうですね、失敗したのは体重ができずに 400g、うん、まあされどそれはルールだからダメなんだと思うし、タイトルマッチだしね、はい、うん、まあでもここはファンからすると、まあ、順当にクレベルがそうは言うけど金ちゃんをパスしてくるって思ってた人が大半だと思う、うん、だからそれが順列も変わって、うん、みんながクレベルクレベルって言ってた、うん、ところが狂うんで、みんなはこのあと何を何が起きて何が見せられるんだっていうところで、じゃあ金原選手のこの結果を受けてその対抗馬に立ってほしい日本人の若手選手が今いないっていう、難しいですよね、はい、